久しぶりだな、鋼の。かわいそう。国家錬金術師が軍に逆らうのか。閉鎖された収容所にこれだけの警備、そして先回りしている夫、お ロス少尉のほくろの位置は逆だ。どう上まで登り込む。だったら予定調整を。軍は決して一枚岩もない。とどめを刺せなかったのは残念だ。意地悪そうに見えるのは容赦ない。本当の狙いは何？絶対に許さん。